たらスライムだった剣、魔王と竜の剣国譚。生前通り魔に襲われた、まさかのまさかスライムとなって転生してしまった。だけど大賢者や捕食者、他にも覚えたりしたけど今は割愛する。とにかく便利なスキルを持って転生できたみたいで、異世界でも生きていけるかもって思っていた矢先。聞こえるか小さき者よ、返事をするがよい。半端なく強そうなドラゴンが封印されていた場所に偶然にも迷い込んでしまったようだった。では改めて自己紹介しよう。我が名は暴風竜ヴェルドラ。この世に4体のみ存在する竜種が1体である。時にお前、実に珍しいスライムだ。スライムは本来思考もしない低位モンスター、それなのに自我がある。ユニークか。ちょっとよくわからないっす。その、自分人間だったんですけど、刺されて死んで、気がついたらこんな姿になってて。なるほど、転生者か。お前、ものすごく稀な生まれ方をしたな。え、稀？ヴェルドラは教えてくれた。自分の他にも異世界からここにやってくるものがいると。そして俺みたいな転生は普通できないってこと。しかもヴェルドラは召喚者っていう無理やりこっちに呼ばれた勇者に負けて、無限牢獄っていうスキルで300年も封印されていたらしい。俺は37年恋人がいなかっただけで結構寂しかったぞ。300年一人きりってどれだけ。よし、じゃあ俺と友達にならないか。なんだと。スライムの分際で暴風竜と恐れられるこの我と友達だと。嫌ならいいんだけど。バカ、誰も嫌だなどと言っておらぬだろうが。え、そう？じゃあどうする？そうだな、どうしてもというなら考えてやってもいいんだからね。ツンデレか。ならどうしてもだ、決定な。嫌なら絶好、二度と来ない。仕方ないな、お前の友達になってやるわ。感謝せよ。素直じゃないな。じゃあよろしく。いい歳して友達ってちょっと照れるけど。よし、でどうする？勇者がかけた無限牢獄の封印、友達が300年も封印されたままなんてかわいそうだからな。お前、大賢者に封印を調べてもらった結果、ヴェルドラを無限牢獄ごと俺の胃袋へ入れる。外側から大賢者が、内側からヴェルドラが解析を進める。つまりヴェルドラを捕食して調べるってことだ。無理な注文かなと思いつつ提案してみた。じゃあ今から、おっと、その共通の名、素晴らしい。今日から我はリムルの名を授ける。リムルテンペストを名乗るがよい。では頼んだぞ友よ。この日世界に激震が走った。カタストロフモンスター暴風竜ヴェルドラの消滅が確認されたのだ。
原因を作っ、あの暴風竜を飲み込んだ。ただのスライムじゃない。よし、やってみるか。部隊に編成されている個体名ベルドラテンペストの加護を確認しました。加護の導きに加護の魔装痕を使うと、加護ゲージが加護の魔装痕で3コンボ発動することが可能です。加護ボタンの外対応策はよっ、おっ、とっておきだ。うぎゃー。先ほどの戦闘でゲージがたまり、カゴスキルが発動可能になりました。カゴスキルの発動により技能の魔装痕の奥義の魔装痕への変換、奥義の魔装痕の威力上昇を確認。対応策はよっ、とっておきだ。うぎゃー。これが切り札だ。くらえー、オラ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 、水星乱れ雨。勝利ポーズです。そして彷徨い続けること数十日、ついに多分これが刻々スカウトが解放されました。強力な仲間の数、通常は魔晶石を消費してスカウトを実行できます。平和だね。いかに魔王といえども、この糸、強力な仲間が加入しました。コク、新たなクエストが解放されました。コク、先ほど出会った仲間を確認しました。よし、行くか。ここでは感づかれるかもしれません。我らの村でご説明させて。感づかれる、まあいいや、案内を頼む。帰り道に魔獣が出るかもしれません。我々も警戒しますが、何卒ご助力を。せっかく村に案内してもらうんだ、そのくらいは手伝わせてくれよ。すぐに片付けます。敵や味方のキャラクター長押しで対象の詳細情報を展開します。敵の情報を把握して戦闘を行うことを推奨します。対応策はよっ、おっ、敵の撃破完了しました。村に向かう道中、ま、それにしても、ようこそお客人。私はこの村の村長をさせていただいております。はい、どうもよろしく。で、自分にお願いとは何ですか？実は
最近魔物の動きが活発になっているのはご存知でしょうか。いや、我らの神が一月前にお姿をお隠しになられたのです。そのため近隣の魔物がこの地にちょっかいをかけ始めまして。神ってベルドラのことか。時期的には合うな。魔物よけになっていたということか。我々も応戦したの。